ビデオアニメラボー、よろしくお願いします。またも山下です。小林隆之です。赤門会です。福田松です。お願いします。山下の今週の注目会にはこちらです。はい、グリザイアファントムトリガー G アニメーションでございます。皆さん大好きか、まあどうかわかんないんですけども、あのグリザイアシリーズの最新作、まあずっとゲーム出てるシリーズで、そのゲームだとなんかボリューム1、ボリューム2みたいな感じで連作でずっと出してて、でその話の最初の方の部分だけ今回、OVA で発売するのに先駆けて先行で劇場で上映しますっていうやつ。なるほど、そういう話なんですね。なんでまあ第1話第2話だけなんで、まだ話始まったばっかなんですけど、ざっくり概要を説明しますと、例のあのグリザイアの楽園のお話からしばらく経ちまして、あの美浜学園は榊由美子さんがいなくなっちゃってしまったので、もう宙ぶらりになりまして、建物はあるんだけど何もないって話になっちゃったのを、まあ、あの市ヶ谷の方々の、その SARS の方々も解体されました、あそこも、要はその楽園の時に表沙汰になっちゃったから、あの秘密結社が、なんで一回解体して新たに再編してまた秘密結社として復活しましょうっていう、なったんですけど、その秘密結社の養成をするための学校として美浜学園をまあ新たにその再構築した、だからあの建物の中にまたその殺し屋を育成養成する施設みたいなのを作りましたよっていうのが今回の話。あ、なるほどね。なんであのウィザイアのメンバーは誰も出てきません、あの人たちはみんな 南の島にいるんで。そうだよね、みんな島で悠々自適のハーレム生活みたいな状態だったもんね最後。唯一タナトスさんだけ出てくる、あの作戦をするときにオペレーターみたいな感じで、あの楽園の時みたいにタナトスさんが毎回毎回あのいろいろ教えてくれるから、ここに誰がいるとかこんな感じで やればいいみたいなことを教えてくれる。でもあのカズキさんじゃなくてタナトスさん そのシステム、確か楽園の時にシステムを電源を落としてもうタナトスは放棄しましょうみたいな話になっちゃうじゃないですか、システムが完全に落としきれてなくて生き残ったタナトスがいたらしくて、そのタナトスさんが運用されてるらしいですよっていうところだけが残ってるのと、あと美浜学園とみんなおなじみあの美浜学園寮が舞台になってるよっていうのだけのつながりで、話としては全然別の話でございます、チーム前提としては。でその美浜学園に、その百何十人くらいの生徒がいるんですけど、中の A クラスみたいな一番いいクラスがあって、その A クラスの人たちだけは実地研修をしてますと、だ実際にその笠見裕二さんみたいな感じで国からの依頼を受けて殺し屋家業をやっているのが、A クラス4人、4人の女の子、4人の女の子と1人ハルトっていう男の子がいて、その男の子は指揮を取ってて、4人の女の子は実際に現地であの活動に当たるっていうチーム、それがソードって言われている舞台で、でその女の子たちがいろいろ人を殺しまくるよっていうのがグリザイアファントムトリガーのお話でございますね。それはみんなやっぱりあの例のごとくすごい過去を持ってるような子たちだったりとかは、これはねまだねその第2話なんで、ああそうか、そこまでまだ語られてないんですけども、第1話ではあのまず最初にお祭りの雑踏の中をあの 敵が逃げてて、それをなんとかして止めようと思ってみんなで戦うんだけど、全員ぶち殺しちゃって、一人は生き取りにしてせっかく帰ってこいって言ったじゃねえかよつって上の人に怒られるっていう話から始まる、そうそうそう、みんなもうものすごい凄腕集団になりすぎちゃっててっていう状況。いや結構うっかりしてて、あの狙撃手がその追跡してて、狙撃手が足を止めるのつったら頭を打ち抜いちゃって、ああダメだ頭がぐちゃぐちゃだっつってでその暴力団の事務所みたいなところを襲っていた姉ちゃんがあの敵をボコボコに殴り殺してるところを見て電話がかかってきて、誰か一人くらい生きてないっつったら、でも最後の一人殺しちゃったんだよなっつって、マジかって言ってるところにうーって男がうめいてくるんだけど、うーって男に反射してバーバンって撃っちゃって、あーやばい一人生きたんだけど今死んだやっちゃったって言ってガチで怒られて、
まあやっちゃったもんしょうがねえし帰るかっつって命の授業やれよ道徳から始めるから命はもうまあでも国の命令国が命令して殺せ殺せって言ってるやつなんだからって言ったらああまあな一応ねでそこは悪いやつなんだもんねであのボコボコにしててつい打っちゃったレナって女の子がトマトに水をやって、うん、あんたはいつも失敗してるよ翌日トマトに水をやってるよねっつって、うん、まあでも殺してばっかりの生活だから身がつくものを育ってみたいと思って、うん、トマトまずくなるぞでトマト一つ食べてみなよっつって食べさせたらクソまじいなやっぱりまあ、トマトはめちゃくちゃ失敗してるっていう感じだねそうそうそうトマト水あげるとまずくなるんですよ、うん、失敗した日だけトマトに餌をやるみたいなね、うん、そういうなんかねちょっとグリザイアっぽいっちゃっぽいんだけどグリザイアっぽくもないっていうなんかそういう話なるほどね、まあ、第1話は そこに新人教師が赴任してきましてその教師の人がうっかりあの暴力団の武器売買に巻き込まれて誘拐されちゃうんだけどそれをみんなでバーンと取り返していってで教師の人がその初めて目の前で人殺しを怒られてるのを見てショック受けちゃったんだけどでもいろいろ考えたんだけどやっぱ私は教師だから帰ってくるわって帰ってきたって話で第2話はレナっていう女の子がその心臓の違法取引みたいなのをやってまして偉い議員さんがでその違法取引した心臓があの別のヤクザにヤクザじゃないマフィアに奪われてしまって心臓の奪い合いになるんだけどその時に出てきた敵の組織のスナイパーが実はレナちゃんが、東南アジアで、なんか身寄りのない孤児をやった時の友達で友達っつうかその義理の姉妹みたいになってて、うん、その姉妹として育ってきたんだけども最後にその大人になる時に、東南アジアの孤児は売春婦になるか殺し屋になるかしか選択肢がないっす偏見がすごいね、まあ、そう、まあまあ、そうなのそうだよそうか、うん、ごめんなでレナちゃんは殺し屋に向いてるって、うん、そのもう一人の女の子は殺し屋に向いてないからお前は売春婦になるって言われたんだけどレナと一緒がいいって言うから殺し屋になる道を選んだんだけどなんやかんやってレナちゃんは国に拾われたから日本でサーズに入る騒動になったんだけども、もう一人の女の子はあんまりなんか運が良くなかったから結局ロシアマフィアに拾われてロシアマフィアの先兵になってしまったよっつって、うん、で二人で僕なんか戦って最終的には銃捨ててボコボコに殴り合ってで相手の命がもう尽きるまで戦うぞっつってその最終なんか戦うぞっつったんだけど、レナちゃんが相手の女の子を結局意識がなくなる前ボコボコに殴り殺して殴り倒して肩に担いで戻ってきたよってことですやることが相変わらずねグリーンザイヤーにやってる間に売春婦にならなくてよかったね、うん、生徒バイオレンスの話が多いんだよねでその戦いしてる間に移植用の心臓はもう摘出してから時間経つぎて使えなくなっちゃって、うん、パンになっちゃったからロフィシャンマフィアの方は死んじゃったし、うん議員の方は移植用の心臓を違法に取引しようって言ったことがバレて偉いことになるんだけど、うん、なんやかんやでそれをうまく取りなしてその議員に対して恩を打った形になりましたよって騒動はっていう、うん、ところで話がまとまる交差もあって、うん、レナちゃんがなんかそのハルト君と一緒になんかハルト君になんで言うこと聞かなかったんだよっつってでもお前の命が大切なんだみたいな話をして最終的に私は妹が欲しいって言って妹が美浜学園に転入しましたよってこういう話になるほど今回はほうキャラが一人増えましたみたいなそう事件と絡めてだんだん過去がいろんな過去が見えてきたりっていうまあでもそれは一人は多分一緒ですね、うん、今後もあとね、他に3人ね、ロシアン忍者っていう忍者いや、ダイヤモンはコントじゃん、それは、ね、ロシアン忍者はコントですよロシアで昔忍者が流行ったことがあった、はい、で、忍者が流行ってロシアン忍者スクールがいっぱいできましてその忍者スクールでね、そのなんかその忍者の勉強をしたんだけど忍者ブームが過ぎ去ってしまってロシアン忍者の学校が忍者じゃない学校に変わってしまったから、うんね、ダメになったから日本にやってきたっていう嘘をついていますっていう忍者の女の子がいるやってやってやっどう嘘今どういうことかという嘘ニニクイズないこれどこまでが嘘で分かんないあそれ忍者アカデミー自体がそう最初そう言ったわけでしょ最初そう言ったんだけどっていう嘘なんだけどねって言ったからあジョークみたいなねっていう嘘なんですけどねって言ったらっていう本当なのかもしれないわかんないどっちなんだろうってことなんだとにかくよくわかんないけど忍者っぽい答えができる謎の女の子がいるのと あとなんか長距離遠距離スナイパーのちょっといいとこです、うん、いい育ちのっぽい女の子も謎のなぜかいる女の子がいてあともう一人はあのあれみたいなあの
メイドさんみたいな、うん、グリタイアのメイドさんみたいに何でもできちゃう、うん、あメイドキャラは強いけど、そうそうそう、強いキャラだよ。情報処理とかあの料理作ったりとかいろいろみんなのお世話をしてくれる女の子がいるんだけど、その子もなんかまだよくわかんない、うん、なるほどね、序章ですね。でなんだったらその主人公というかメインの男の子もなんか銃は自分は使えないんだって、うん、でも過去にはなんか殺し屋として与えてたんです、剣は使えるんだって、うんうんうん、なんかあの、うんうん、オープニングアニメだと向こうから走ってくる車を剣でバーンって切って真っ二つにするっていうなんかゴエモンみたいなルパンのゴエモンじゃん、ないキャラを、うんうん、こういうもんだっていうなんか謎、まだ分かんない、全然まだ分かんない、いるんだ、全然分かんないけど、なんかそうすごいバイオレンスで、剣なの剣じゃん、刀です。剣だと、ちょっと、ソード、本当にソード。本当です、日本刀。サムライソードの方です。こういう文字だね、イメージとして。急に勇者様になった。剣です。なんかね、もう、まだ話は全然わかんないですね、正直。なんか、すごいバイオレンスで、うん、しかも、すごいなんか、ボクシングの描写が、すげえかっこよかった。ああ、殴り合いの。最終的には2人ともあの銃が使えなくなって、殴り合いになるんですけど、2話の最後。もうひたすらなんかもうガードをどうやって打ち抜くかとかリバーをひたすら狙ったりとかで、リバーをひたすら打ち抜いて相手の意識を刈り取るみたいなガチのボクシングみたいな描写が、ボクシングの描写がちゃんとある、うん、それはあの山の中でやってるから、横浜のは国際は横浜なんで基本的に舞台が、とにかくなんかね、もうなんだろう、戦闘描写が楽しいですね、うん、なるほど、過去のキャラがね出てこないのはちょっと寂しいけどね、タラトスさんが出てくるから、まあ、そこはねだそれにこの公開に合わせて今昔のグリザイアが YouTube で全部見れますんで、おー、なるほど、うん、よかった、見直したよかった、めちゃくちゃよかった、よかった、むちゃくちゃよかった、めちゃくちゃよかった、はい、まあまだしばらくは劇場でやってますんで、うん、全国6巻くらいしかやってないけど、思ってたより少ない、うん、まあまあオブエがね、オブエが面白いね、これ、そうそうそう、あとあのクラウドファンディングをやってまして、はいはい、やってますっていうか、まあ、これはね、クラウドファンディングを一回やったんですよ、前に、うんうんうん、だ多分その次もやるときもまたクラウドファンディングやるかもしれないんで、なるほど、もうよかったらいろいろとチェックしてみてください、うん、以上ですね、チャンネル登録とコメントよろしくお願いします、さよなら。